こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。はい、今回は練習試合ですね。いよいよ8年目最後の2試合ということになります。チェスと鹿児島が2位ですか。 L2 のやっていきますか。早くも危ない。N2 とはいえ2位ですからね。おお、すごいトラップ。ヒラリー、さあここで緑渡ったよ。さあ決められない。さあ逆にピンチだ。ジャネット、おーっと追いかけられない。キーパーとしては全くの素人ぶりが災いしましたでしょうか。春ですね。縦パス、さあここうまく決めればいいんだけど、その能力がまだない。またピンチで打てません。節子、ここはしのいでストレッチを手に入れましたね。さあ課題をたくさんいただいてます。あーと、ここを隙を突かれましたね。なかなか強いチームです、鹿児島。1点は返したいところ。さあ、ここは、ユーナ！緑がシュート。攻め始めました。ん？誰だ？幸子がいる。さあ、コーナーキック。さつきが蹴りまして、決
厳しいです。クロイツァー早い。ここで試合終了です。課題は 5点ですね。はい、6点6枚、課題をカードをいただきました。さあもう1試合やってみましょう。まあ、A も増えてきましたね、ここへ来て。さあ、佐世保ドックスが N2 の1位ですか。さあ、キックオフ。まどか取りました。彩香から、あ、決まった。いきなりです。エリカですね。エリカもすごく上達してまいりました。さあ、そう、エリカ上がっていきます。さあ、誰、これは外に出ました。さあ、ランニング。長い。最後が取った。これはちょっと流れた。クラリスだが、これはうまくいかない。さあ、クラリスがセンタリングを上げる。彩香かな。2点目取りました。ヘディングを決めました、彩香。出ない。クライスがセンタリング、イヤング出しました。ファールですね。さあ、ほぼ最後のチャンスでしょう。ユーナ、エリカに決めた。エリカのヘディング見事でした。ここで試合終了。
いや気持ちいい試合は再生したいですよね。自分で決めました。そうです、もうくらりそう。見事、そうユウナが蹴ってそれをゴール前に入れ、エリカ見る中にしたこの中でヘディングで決めるところのセンスっていうのは見事です。選手はいませんでしたね。ヘップバーンがそうなのかなと思ったんですが、どうもそうじゃないみたいで。というわけで9年目のスタートとなりました。正月も関係なく練習をやっております。その積み重ねが結果につながると信じております。ぜひぜひ今年も応援してください、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。高評価も力になります。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。またですね、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。ぜひぜひ9年目これからもお付き合いよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。